どうも、こんにちは。えー、額縁とヨガ材料専門店、次男ガボー2代目店主、長谷川です。いつも頭に手拭い巻いています。えー、今ですね、映、えー、ってるのは F105 サイズの、えー、キャンバスをね、貼り替えました、僕がね、F100 のキャンバスです。で、えっ、ー、と、多分この動画をね、ご覧になってる方、ファームヒートンというワードでね、検索してこちらの動画、届いたか、あのー、 見てらっしゃる方が多いかと思うんですけど、ファームヒートってね、こういった形状のヒートですね。あの、公募店とかね、出品されるとき、えー、作品を展示するのに、この、えー、ヒートにね、ワイヤーとかを引っ掛ける形になります。で、えー、こちらはですね、大体、額縁に取り付けるというよりは、キャンバスのね、木枠の部分。大体、位置としてはですね、まあ、縦の、キャンバスをね、縦に使われる、縦、縦に い、<laughs> てしまいましままた <laughs>。縦位置のね、えー、作品の場合でしたらまあ上からそうですね5 0ンチぐらいのとこですかね5 0ンチもいかないか、まあ、そぐれぐらいのところに木枠に直接もうヒートをね打ち付けてもらう感じ、はい、そうやって取り付けますで取り付けたヒートの方に直接、えー、ワイヤーなりねひも、えー、なりを取り付けて、えー、展示にします こういった形のものです。ちょっとね、ごついもので、えー、金額もね、一組、えー、1500、600円しますんでね、いい値段してます。はい、ファームヒートン、こういうものです。お分かりない,いただけましたでしょうかざっくりとしたし、ご説明で大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。はい、えー、南画房は JR 中央線、えー、国分寺駅南口、徒歩2分のところにあります。よろしくお願いします。 ありがとうございました。